はいどうも、いざ招き猫回収へ、ミストです。はい、本日はですねガチャも終わりましたので息抜きにこちらのみんな大好き死者の迷宮の方やっていきたいと思います。まあ初めて得られる方もね多いと思いますので、ざらっと解説しますと、こちらの死者の迷宮、育成した選手を使ってアイテムを回収していくというイベントになっております。でちょっと今回はハロウィン仕様でなんか変わってるみたいですね。はい、並木ちゃんがね、はい、改めて説明してくれるんですけども、育成選手を操作して探索するイベント、探索中に入手したアイテムは探索を終了すると獲得できる、探索してる選手の HP がゼロになると探索終了で、探索に使った選手はもう二度と戻ってこないので、そこは要注意ですね。はい、で能力とかこちらの画面で見れまして、でこちらの交換所、交換所はお菓子を消費して探索よりのアイテムスキルを、習得できますと、こんな感じでね、探索に有利になるスキルがザラッと並んでおります。はい、まあ、基本的にこれを取ってキャラを強化して周回しやすくしていくといったシステムになっております。ではね、とりあえずまだ何もないので探索からしていきましょう。で初日はですね、弱いしか解放されてませんので、敵キャラもねかなり文字通り弱くなっております。で目玉報酬があれですね、ガンダーチケで手に入ったマジカルプレイヤーマジカルーみたいですね。これが45にできるようになってるのかな、もしかしたら。あ、ぽいですね。ここの、ルーちゃん全部取ればガンダのダースで45にできるといった感じですね。はい、じゃ早速やっていきましょう。まあね、もうブレインサクセスで招き猫が枯渇してる人多いと思いますので、この死者の迷宮でね積極果敢に取っていきましょう。かぼちゃかぼちゃ使えんの今回、面白いな。さすがにちょっと弱めの選手から使っていきましょうか。まあホームランが打てれば誰でもいいんでね。はい、いきましょう。最初はマジで死にかねないからな、慎重にやっていこうぜ。うわすげえ、なんか毒々しい。はい、タップして移動、宝箱を見つける、敵に遭遇すると野球勝負、ゼルドルと探索終了。いきましょう。うわすげえな、いきなり呪いかい。こんな感じで、ね、トラップもね道中あるんですよ。さあ初戦はゼニガタ、まあ弱いので多分ストレートしか投げてきませんね。いやーちょっと早くね武器をね強くしたいですね、威力が弱すぎる。今ね27ダメージしか与えられないですけど、このバットをね強化してったりスキルでパワーを上げてったりすると余ダメージも増えていくんで、まあ、それをね狙っていきたいところですね。でマップを見ながら、階段、下の階に降りる階段を見つけていくといった感じですね。もうちょっと探索しようかな、宝箱まだ1個も取ってないよね。宝箱ください、ありました。大麻の巻物なかなか強いですね。大麻の巻物は使うとマップのね敵キャラを一掃することができます。縦にし HP29 ってことはさっきのゼニガタは結構強かったんですね。はい、ちょっと武器欲しいんだけどもうないかな、ここになければ。お、あった、どうだ、おお一気に強くなった。鉄のバット 2.6 倍、これはいいですね、ありがとうございます。これでワンパンしやすくなったんじゃないか。 OK、 宝箱回収完了、戻りましょう。でこのね魔除けだったっけな、スキルがないとターン経過で敵が湧いてきます。これもね結構厄介なので、まあ周回重視の方はもうガンガン下の階に食らっていくのがいいんじゃないかなと思っております。特に育成選手に余裕があるという方はもうガンガンね宝箱よりも周回メインでいいんじゃないかなと思っております。ボスを倒すとランダムでアイテム一つもらえるっていうのもありますので、まあ、全然その宝箱回収よりかはガンガン周回していくっていうね選択肢もありかなと思っております。最終フロアにアイテム宝箱一つ、武器宝箱一つもありますので、まあどうするかはあなた次第といった感じですね。
いやーこれちょっとやり込んじゃうな。サクセスもしたいし迷宮もしたいしね。もうただね、仕事もあるし寝なきゃいけないしみたいなね社会人の闇、社会人の闇なんですよね。さあ、みずきちゃん、なんとこの死者の迷宮、天才の入部届とか SR ガチャ券もランダム報酬で落ちることがあります。やばいですよね。普通にかなりの量イベント。招き猫ないとちょっとサクセスできないからね、ちょっと回収していきたい。さあ武器 1.9 倍、これ 2.6 倍結構いいですよね、序盤にしては。さあちょ、ここで大麻の巻物使っちゃいましょう。一旦敵をなくしといて、ゴール見えましたね。武器取って、うーん、ちょっと弱いね。あ、いやーきついな。被ダメージ2倍、ボス戦でちょっと怖いっすね。さあ大麻使ったんですが、敵の気配が増えてしまう。ワンパンすれば問題ないですね。オッケー、まあもう普通にサクセスで作った戦士使ってれば、まあ、ミートもね、パワーも S になってると思いますし、まあ、パワー比もねついてると思うので、まあ、その戦士を使ってあげれば全然問題ないですね。なんかアイテム宝箱が、アイテム宝箱に一個も遭遇しないんだよな。トモエ、一瞬アーサーかと思いました。似てない？髪型といい、めっちゃなんか今までのガチャ動画見てると、トモエとリフターによるんだよな。他のアスレテスキャラはあんま出ないんですよね。さあボス戦いきましょう。でこんな感じでラストのね層にはアイテムと、はい、錆びたバット弱いね、はい、武器で、持っていかれるアイテムがもらえると。でラストボス戦ですね。ボス倒すとランダムでアイテム一つって感じですね。さあ小悪魔瑞希、これ変わってクレセント分だよね。さあ65ダメージからの、スーパンして、さあどうでしょう。アイテムはアルガ事件、悪くないですね。まあ、全然ね、こういったアルカ事件だったり、弱いだったら、天才になるけ、一応落ちますね。とか、難易度が上がってくにつれて、SR ガ事件とかね、いいアイテムが落ちやすいといった感じですね。お菓子の数が、阪神関係ない野郎になってますけどね。はい。で、突破報酬でアイテムをもらいましたと。はい。で、お菓子を入手したので、ここの交換所で強くしていきましょう。まあとりあえず攻撃力でいいんじゃないかな。まずは攻撃力をガンガン上げていく。で、まあ、投手出撃だったりね、これね、レベル5になるとなんとね、パワー比がついたりするんですよね。あとは、欲しいところで言うとトレジャーハントとかね、まあこれ強いから解放なんですけどね。あと罠回避、魔除け、この辺りをね持っていくとかなり便利なので、まあ弱いのうちに取れるスキルはガンガン取っていくのがいいんじゃないでしょうか。普通以上、強い以上、めちゃ強い以上、パワフル以上っていうね、まあ、条件がある解放もありますので、まあ、一日解放されていく中で、そのできるところまで解放していくっていうのがいいんじゃないでしょうか。もう弱いで招き猫手に入るのかな、それちょっとわかんないんですけど、まあ周回するなら普通がおすすめかな、自分的には。はい、普通なので明日ですね、明日から周回するのがいいんじゃないでしょうか。で強い、めちゃ強、パワフルってなってくると回想数が増えてくんですよね。今5回だったじゃないですか、それが10回、15回と、まあ、どんどん増えていくのでね、特にパワフルだったら15回かな、めちゃくちゃ回数多いので1回の探索でかなり時間を使ってしまうんですよね。まあそれを、まあ避けるために普通の5回で、招き猫とかね、まあガチャ券とかをガンガン周回していきつつ、ワンチャン天才入部届を狙うなんていうのが、まあ効率いいんじゃないかなと思っております。はい。まあありがたいことに期間、まあ6日間ほどありますので、
まあ育成選手マックスで200人まで作れると思うんですけども、それ全部使う勢いでスタメンベンチに入っていない選手なので、まあ180人くらいかなを一気に消化できるように、うん、このイベントはやり込んだ方がいいんじゃないかなと思っております。といった感じで今回の動画は終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では失礼します。 See you。